えー、こんにちは。マイファームの萩原です、えー。私は社会人向けの農業スクール、アグリノベーション大学校の事務局を担当しております。えー、本日もよろしくお願いいたします。えー、さて皆様、農業で稼ぐプロの農家としてしっかりとお金を稼ぐためには何が必要だと思いますか、えー、栽培の知識でしょうか、えー、それともお金でしょうか、えー、確かにそれらも非常に重要でございます。 ですが、それらよりも見落としがちで、でもめちゃくちゃ大切、めちゃくちゃ重要という農業で稼ぐために重要な一つのポイントを今回はお伝えしたいと思います。いやいや、またお金お金って、お金儲けってそんなに農業で大事なのという方もおられるかもしれません。ですが、少しお待ちください。一般の企業、一般の会社を想像してください。 会社はお金がないと従業員のお金も払えませんし、商品の材料を仕入れることもできません。品物やサービスを売ってお客様に購入いただく、対価を得ることでそのお金を使ってより良い商品やサービスを提供する、持続的である会社事業とはそういうものだと思います。農業も全く同じです。 農家というと自由な仕事のようなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、農家は別の言葉で言うと農業経営者と呼び換えられます。つまり個人事業主、経営者であります。その意識を持たずに自由そうだからですとか、自然に触れて生活したいからという気持ちで農家になろうとすると失敗をしてしまうことが多いです。 もし農家になりたいと思っている方がいらっしゃれば農家とは経営者であるそして個人事業主であるということをしっかりと意識をいただけるといいんではないかなというふうに思っております前置きが長くなりました今回のテーマは農家が稼ぐためにとても重要な一つのポイントと。 ということで、ある意味、今お話をしましたような、経営者、個人事業主であるという心構えを持つ、これも非常に重要なポイントです。ですが、そういった精神的なことではなくて、もう少し具体的なことで重要なポイントがありますので、お伝えをさせていただきます。それは何か、いい作物を育てるための栽培の知識でしょうか それともトラクターや農業資材を買うお金でしょうかそれとも一日中農作業ができるぐらいの体力でしょうかもちろんそれらも大切でありますが今日ご紹介したいのはそれではありません。農家を志す方が見落としがちなポイント。これは農地の選定です。農地とは農業をする場所。 野菜を育てる畑、土地のことです。つまり、どこのどんな場所で農業をするかということです。え、それ大切なのという方、これから具体例を話しますので、一つの意見としてお聞きいただければと思います。また、いや、自分は実家が農家で、その農地を継ぐから、もう農地を選ぶとかってできないんだけど、という農家の卵のあなたも参考になさっていただければというふうに思います。 農地を今から選べない、変えられないという方も、ここからの具体的な話は、きっと何か役に立つと思いますので、よろしければお付き合いをいただければと思います。この農地の選定というのは、具体的には、その農地の土質、気候、流通、産地があります。まず土質ですね。 これは例えばざっくり申しますと関東と関西では土質が大きく異なります関東は関東ローム層と言われるものでサラサラな土質関西はもともと田んぼだった畑が多いので粘土質な場合が多いと思います関東のサラサラな土なら水はけがいいので例えば落花生ですとか千葉は落花生の産地でもありますですね で関西は水持ちがいいので、例えば枝豆。兵庫県の丹波の黒枝豆は非常に有名かと思います。次に気候。これは結構わかりやすいところかなというふうに思います。例えば長野の高原なら涼しいところを好むレタスが適していたり、 南の沖縄ですと、ゴーヤやオクラ、これがよく育ったりという感じで、気候によっても適している野菜と、そうでない野菜というものがあります。続いて流通ですね。これは少しわかりにくいかもしれませんが、小さい範囲で言えば、毎日野菜を出荷する、その地域の農協の集荷場に農地が近いかどうかですとか、 大きな範囲で申しますと東京や大阪名古屋などの大都市に近いかどうかこれも重要なポイントというふうに考えていますそして産地ですねこれは農業をする場所がどんな作物の産地なのかということですまた長野県になりますがレタスの産地でゴーヤ農家になるこれはまあできなくはないと思いますが非常に難しいと思います これは先ほどの土質や気候とも関係しますが、どうしてその地域ではその野菜が多く育てられるのかという点も含めて考える必要があるというふうに思っています。このようなことを踏まえて農地の選定、つまりどこの地域のどんな農地で農業をするのか、例えばある一つの地域の中でも日当たりの良い畑と 悪い畑があって、日当たりの良し悪しによって作物がうまく育ったり育たなかったりするかと思います。そういった小さなことから先ほど言ったどんな作物の産地なのかといった大きなことまで自身が農家として農業をする場所をどこにするのか、これが農業がうまくいくかどうかの非常に重要なスタートのポイントになるというふうに考えています。 もしこれから農家になろうと思っている人は、ぜひこの点も改まに入れておいてください。またもし実家が農家でもうすでに農業をする場所は変えられないという方は、ご自身の実家の農地がどういった農地条件なのか、これを再度見直していただけるといいんではないかなと思っております。 もちろん先祖代々ですね、その作物を育てている場合は、その作物が、その農地に合っているからずっと作っているのだろうというふうに思いますが、そこを意識してその作物を作るのと、意識せずに、なんとなくこれまでもずっとやっているからという理由でやるのとでは、うまくいくかどうかの質が変わってくるんではないかなというふうに思います。 以上、農業で稼ぐための重要な一つのポイントとして、今回は農地の選定ということをお話しさせていただきました。何かお役に立つことができればというふうに思っております。ちなみに、マイファームでは農家になりたい、農業をしたいという方のための社会人向けの農業スクール、アグリノベーション大学校を運営しております。 えー、興味のある方は概要欄、えー、ぜひチェックしてみてください、えー、それではご視聴ありがとうございました皆様ご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは家庭菜園や有機栽培のノウハウをメインに農業についての様々な情報を発信しています動画制作の励みになりますので参考になったまた見たいと思っていただけたらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします ではまた次回もお楽しみに。